久保さん。まあ、みんなやらないですよね。だからやらないから結局やった人しかわかんないですけど。多分そのマーケットバランスの話はまあ間違いないですよ。でもマーケットバランスって、まあ久保さんも知ってると思いますけど、もう9-1なんで、9がやらないっていうマーケットブあのバランスは僕変わらないと思いますね。 やるかやらないかっていうところで言うならば、9割の人がやらないっていう、このマーケットバ,バランスに関しては、僕15年見てますけど、15年間変わってないですもん。多分20年後も30年後も、このやるかやらないかの、このマーケットバランスは変わらないと思いますね。<laughs> うん。そう。たださ、あのー、最近か、ほんと10、 先月ぐらいから YouTuber 言うてね、あの、僕の熟成さんが YouTuber に転身したんですよ。YouTuber 挑戦してみるみたいな。で、みんな、今年なんか芸能人めちゃめちゃ入ってきたし、なんだろうな。まあ、今更無理だろうみたいな。まあ、話じゃないですか。もう飽きないよみたいな。飽きがないみたいな。でもね、最近回してるんですよね。 最近回したやつが、1万回ぐらい回してるやつあるんですよね。1万回、7000回、7000回みたいな感じで、料理動画なんですけど、うん、1000回とか、まだ動画何本なこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。今19本です。動画19本アップロードして、えー、1万回、その中で1万回、 1万1千7千0百7千7百うんとあと1千100もあるなまあまあ,なあの当て具合じゃないですか19本しかないんでうんだからこれって結局やった人しかわかんないですよしかも料理動画ですよ <laughs>、ね、いやプロの料理家っていうとプロの料理家でもなんでもないですからね <laughs> もはやもはや汚いっていうね <laughs> プロの料理家ちゃいますからねうんじゃこの現象から何を 受け取る受信するのかっていう話ですよね私武器がないんですプロじゃないんですこの子はあのプロでも何でもないですよ <laughs> ただ料理作ってまあ違いをもたらしてるんだったらちょっと外でこれ1万回回して外であの料理するっていうそのちょっと違いは出してますけどまあでも結論このコンテンツの中身は料理ですうん料理ってめっちゃライバルいません で、この子は、その、どっかの中豪で、どっかの料亭で、30年間修行したっていう人じゃないですよ。<laughs> 普通のね、24歳のね、あの独身男が、なんか、外で料理作ってるっていうね。誰が見るねんと。いや見てるんですよ。1万人の人が <laughs>。うん、だからもう本当ね、やってみないとわかんないです。うん、で、あとはそこに挑戦するかしないかですね。挑戦もしない人が、 なんかみんな言うんですよ。本当に。挑戦しない人は言いますからね。やる前に。<laughs> まず、まずや、やってみろというとこです。やらないと。で、そのやるに関しても、もう突き詰めてやるっていう。まあ、基準で言うならば、本数の基準で言うならば、僕基準なら1万本やってゼロ。その基準でできますかと。その基準でやって、無理でしたっていうことだったら、 あの諦めた方がいいいと思いますただし、その基準でやって稼げないってことは僕考えられないですね。うん、もちろんそこに対して、ただやりましたではないですよ。え、吉谷さん本数をアップロードすればいいだけですかみたいな。ではなく、その1万本の動画をアップロードする中で、1万回試行してるってことです。ここもポイントなんですけど、ただやっただけじゃなくて、1万回考えてるよと。 どうやったらうまくいくのかどうやったら商品売れるのかあ、これでも売れるな。仮説と検証。まあ、検証テストですよね。だから実際に、あの、僕があの動画本数に関しては日本で今、1、2番ぐらいなんですよ。そのブログカテゴリーで。で、その2位か3位の人がいてるんですけど、その人は料理、あの、いざ、あのお店を経営してるんですけど、そのお店経営してて、あの、ずっとキーワード変わらないですよ。 ずーっとキーワード変わんないんです。で、1万本以上アップしてるんですよ。ただ、その1万本以上アップしてる動画のほぼ対数が、あの、〇〇駅のなんちゃら、〇〇駅のなんちゃら、全部これです。で、1分ぐらいでお店の紹介ずーっとするっていうね、淡々とこれやってるんですよ。で、全部0なんですよ。ほとんど。1とか0で。いや、それは改善してないじゃないですか。うん、それはダメですよ。1万回、ただその、よりところやってますみたいなね。 どうやったら売れるのかどうやったら集客できるのかうんっていうところを考えてやっていかないとでも最初はわかんデータが分かんないわけじゃないですか例えば久保さんもウグイスパンをこう出しましたじゃあそれで速火塾が売れましたというデータをもとにああじゃあこれでもいけんだなっていうことでまたできるわけですしでもそれもやってみないとウグイスパンだよね商品が売れるなんて誰も予想外りにしてないじゃないですか で僕の事例で言うならば、男飯っていうシリーズを作って料理動画撮ったんですけど、セミナーやった時ね、ネットビジネスの有料のセミナーですよ。わざわざそこに来てくれたお客さんが、今日何き聞きたいですかって聞いたら、いや別に吉永さん今日聞くことないんです。何しにセミナー来たんですかと。いや直近で男飯っていうのを見て発見して、あの全部見てファンになったんで会いたくて来ました。へーみたいな。 へーっていう、だからこれも男飯をやってなかったら分かんないですよ。うん。だからまあ本当にね、えー、1割に入ることがまず大事ですね。やってみるっていう。で、なおかつそこの中で、えー、結果を出していくためにはどうすればいいのかっていう。だここであとは結果にフォーカスしてるからですね。しっかり売り上げを作っていくとかね。うん。まあ YouTuber になるんだったら再生数上げていかないといけないですから。僕の場合は、なんだ、あの、 なんだ広告ビジネスやってないのでそ,あのそこで飯食ってないですから商品をどう売るかにフォーカスしてますで4年間売り続けてきました、まあ、これからは売り続けてきますけどいってらっしゃい